一日でしたが、ショパンのマズルカをお届けします。してくれます。給食のメニューも子どもたちの栄養を考えた献立を皆さん心を込めて作ってくださっていると思います。良い子の皆さんも少しだけ何かに打ち込む、少しだけ1日5分5回と練習することでどんどんピアノの技術も身につきます。諦めない心、励まして勇気づけてあげることも大切です。特に外と中の気温差というのはとっても体にダメージを与えます。励まして子どもたちの体調、顔色をよく見極めて、今日は喉が渇いていないかな、寒くないかな、どうかな気遣ってあげることも大切です。それではまた、バイ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 。それではまた。